да, чем, нежели чем Москве. То есть, я знаю, там Дзангё, например, что-то мне рассказывал, что-то очень много.深刻な人材不足が問題となっている日本で注目を集める高度外国人材。日本の文化や習慣の違い、労働環境への不安を払拭し、貴重な戦力を迎えるにはどうしたらよいのだろうか。世界は今、ジェトログローバルアイ。少子高齢化が進む日本、グローバル化を目指す企業にとって特に人材の確保はますます重要なテーマとなっています。そこで注目されているのが高い能力を持つ外国人材。今回はそうした人材を採用している企業の事例を含め最近の動きについて見ていきたいと思います。スタジオにはジェトロ国際ビジネス人材課の川野さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今回のテーマは日本企業で活躍する高度外国人材についてということですね。はい、ジェトロの調査によりますと、海外展開が進まない理由として一番に挙げられているのが、グローバルな知見や専門性を備えた担い手が確保できないという点でございます。はい、この海外展開の担い手として昨今注目を集めているのが、日本に就労目的でやってくる高学歴の人材、いわゆる高度外国人材です。今注目されている高度外国人材というのはどういう方々を指すんでしょうか。はい、高度外国人材とは技能実習生や特定技能人材とは異なり、大学などを卒業して高い専門性や技術、経験を持った人材のことを指します。主に技術、人文知識、国際業務など就労を目的とした在留資格で受け入れています。どれくらいの人数いらっしゃるんでしょうか。はい、2018年には前年比 38% 増の4万1000人が新たにこの在留資格を認定を受けています。うん、やっぱり日本の大学を卒業した元留学生という方が多いんでしょうか。はい、その通りです。日本に留学する外国人は30万人いまして、およそ6割の留学生が日本での就職を希望しています。しかしその半分、つまり全体の3割程度しか実際は日本で就職できておらず、その他は帰国もしくは他の国で就職しています。留学生や海外からやってくる高度外国人材が日本で就職する上でどんな課題があるんでしょうか。はい、直面している課題は大きく2つあります。まず1つ目ですが、日本独特の就職活動や企業の採用方法があります。企業の情報を集め、決められたタイミングでエントリーシートを提出して、何度も面接を受けた後に適性試験を受験、その後ようやく内定をもらうという一連の就活プロセスは外国人にとって非常に分かりづらいものです。はい、そうした長期間の採用プロセスや就活システムを十分理解せずに活動を始めるため、高い能力や専門性を有しているにもかかわらず就職できず、やむなく帰国してしまうということも起きています。うん、せっかくの優秀な人材をそういった理由で逃してしまうのは大変惜しいですよね。そう思います。他にも大学で学んだ専門性や異文化への理解力といったものを見る前に、日本語ができるかどうかといった部分で判断されてしまうケースも多いようです。うん、もう一つの課題は何でしょうか。はい、二つ目は日本企業で働くことについて一般的に抱かれているイメージの問題が挙げられます。多くの高度外国人材は日本で働くことに対してポジティブに考えています。安全で質の高い生活、高い技術を学べることやチームワークで仕事をできるということもにも非常に魅力を感じています。一方で不安に思っているという声も聞かれます。ロシアのサンクトペテルブルクで開かれたこちらのイベントには、日本への留学を希望する多くの学生が集まった。日本企業で働くことに対して抱く不安とはどのようなものなのか。日本での就職を希望している学生は、Да, нет, да, но только хотела бы, но только в международной компании, потому что мне кажется, что японские компании, они слишком. 日本への認識不足や就職した後に想定されるミスマッチを防ぐための取り組みも始まっている。
留学するロシア人の学生に対して、まあ、留学後のキャリアパスを見据えたところまでアドバイス。留学制度の中でも数多くの企業さんとの間のインターンシップを含めたですね、つながりを作っていくというのも実は新しい今日本の大学が取り組んでいる日本留学のプログラムの特色だと言えます。外国人留学生を対象に行われた意識調査によると、就職後の研修や福利厚生を評価する声が多く見られた。一方で、高い日本語能力が求められる、長時間労働といったイメージを持つ人も少なくなかった。これまでのようにたくさんの留学生が日本に来て日本企業へ就職するといった流れが続いていくとは限らないということですよね。そこがポイントです。日本企業はこのまま優秀な外国人材を日本人の代替として、もしくは安い労働力として活用し続けようとしたら、この問題はいずれ表面化してくると思います。日本では近年給与水準が低下している。しかしアジアを中心とした新興国では給与水準が上がり、日本との差が縮まってきている。こうした状況から就職先として日本以外の選択肢が増えているという。日本の企業側が思っているほど人が集まらないということなんでしょうか。はい、そうなんです。一例ですが、先日ある地方で外国人留学生向けの企業説明会が開かれたんですが、そこに集まった日本企業10社に対して留学生はたったの2名ということがございました。そこまで企業側と留学生の間に意識のズレというのが出てきてしまっているんですね。はい、しかしこれを人材難として捉えてしまってはことの本質を見誤ってしまいます。外国人材を単に労働力というだけではなく、将来の日本企業のビジネスを担う戦力として捉えていく必要があるのかもしれないですね。ではこのような状況で企業はどんなことを意識して動けばいいんでしょうか。はい、まずどうして自分の会社で高度外国人材が必要なのかという部分に立ち返る必要があると思います。採用の目的はビジネスの国際化、海外展開の推進であり、また多様性の確保による競争力の強化であるならば、受け入れた優秀な外国人材を日本や企業の観光に同化させてしまうというような得策ではありません。日本の習慣に当てはめるのではなく、企業側が彼らに寄り添うという姿勢を見せることが大切だということですね。それではここで高度外国人材に対して様々な取り組みを行っている企業を紹介します。こちらは ZMP、 自動運転技術やロボット製品などを開発販売している中小企業だ。およそ30カ国から雇用しており、エンジニアの7割近くが外国人。そんな多くの外国人材とどのように向き合っているのだろうか。なんか例えばムスリムがいれば、まあ、お祈り部屋を作ってるんですけども、まあ、そういうのをちゃんと用意するとか、ハラールフードを用意するとかですね、まあ、相手の立場に立って、まあ、どういったことが必要か会社として強調していくというところが重要かと思ってますね。はい、企業側が文化や習慣を理解し環境を整えることで働くことへの安心感を与える。これにより高度外国人材の定着率を高め、能力を最大限に発揮させることができるという。 The good part about working in Japan is job security. Like, the companies really do integrate their employees into the company, so you kind of feel safe. Yeah, I felt that Japan is a very advanced country.And people are very passionate about developing new technology. 外国人材は自分たちの能力が必要とされているのか、また会社に受け入れられているかという部分にとても敏感です。企業関係者からは給料が安いからと辞めてしまったというお話をよく伺うのですが、実際のところ給料だけで就職先を決める高度外国人材はそこまで多くありません。優秀な高度外国人材を活用したいと考える企業は、外国人材を選ぶという立場ではなく選ばれるという認識を持って、そのために何をすべきか真剣に考えていく必要があると思います。
選ばれる企業になるためには、高度外国人材が求めている環境、そしてキャリアを実現する機会をどれだけ提供できるか、またそれを発信できているのかを考えるべきなのかもしれないですね。はい、そこは非常に重要です。企業からの情報発信は、自分たちが何をしている会社なのかという自社目線の説明が多いですが、高度外国人材を求める場合は、自分たちの会社に入ると何ができるかという求職者目線の説明が非常に大切になってきます。産業機械メーカーの荏原製作所、事業をグローバルに展開していくためには多様性の確保が重要だと考え、2011年から高度外国人材の採用活動を積極的に行っている。海外の大学に行って説明会や面接を行っています。最終面接は日本に来てもらって、弊社の工場を見ていただいてから最終面接を受けて入社するイメージをつけてもらっています。現地での採用活動を通じて、インドの大学から入社した社員に話を聞いた。子供の頃から、目の周り の家電設備は、日本、製が多くて、ぜひ、日本の、技術やワークスタイルを学べたいと思って、入社試験と面接を受けました。入社して今現在7年目なんですけども、機関職にもなりまして、これから経営的なことを勉強して、将来的には海外拠点で社長になって、荏原ブランドをもっと世界中に広げたいと思ってます。ご覧の通り、自分の専門性が活かせる仕事か、キャリアを積んでいかに自分が成長しているかといったものが重要視されているかと思います。ですので、高度外国人材には会社が何を期待しているのか、はっきり伝えていくということが大変重要になってきます。そういった特性を考える必要があるんですね。外国人材に期待することというと、やはり日本人にはない発想力や他の国への理解力といったところでしょうか。はい、外国人ならではの発想で製品やサービスに新しい付加価値を加えていく、そういった役割に期待をかけた方が、結果的に高度外国人材を活用するメリットも大きくなるのではないでしょうか。高度外国人材は日本企業にとって欠かせない存在となっていきそうですね。はい、メイドインジャパン、ジャパンブランドの担い手が外国人材になるという考え方です。外国人材を受け入れる力は、これから企業の競争力の源泉になる可能性があります。そのためには、外国人材にいかに選ばれるかという発想が鍵になるのではないでしょうか。企業が優秀な外国人材を選ぶではなく、いかに選んでもらうかということを考える時代に入ったということですね。菅野さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。